これですね。これ。幻影神竜。あ、おじいさんに話しかけるのに、あ、違うわ。あれか。これでいいんか。助けが必要な方がいるはずです。これが出てます。あれなんか効果違うの？で、雷曲を活性化した後、チーム全員の攻撃力プラス1000。継続時間30秒。雷曲を3回活性化した後、次の落下攻撃に衝撃波を発動し、すべての敵にダメージ。なるほど。落下攻撃。3回活性化した後。あれ？そういうことじゃなくて。よくわからんかったな。これじゃないわ。あのあれがどこ行ったんかわからんくなる。これで報酬受け取る。マスターまで行けば、まあこれがもらえますよってことなんだな。なんか落下ダメージがなんとかみたいなのがよく分かんなかったな。活性化したチーム全員の攻撃力がプラス1000で、継続時間30秒、雷曲を3回活性化した後、次の落下攻撃に衝撃波を発動して全ての敵にダメージ。なってたっけなってたかな。これ敵が見れるのかな。あ、そういうことか。あ、そういうことね。スライム雷だから本当は国生さんじゃない方がいいんかもしれないけど、これでいいのかな。入ってないような気がするな。でも戦場のお掃除の時間です。裁き
まあ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 、でもなんかどんくさいね。いけるけどなんかどんくさい感じがするね。エリート180秒内に敵を25、雷王の3体。激しいな。よう所領地点よな、こんな。ここにあるのか分からなくなるんだよな。裁きを受けよ。まだ剣よ。うわ、これ間に合わんかな。全然倒せてないわ。早くも。なんか落下ダメージがどうとかっていうのか分からん。なんか入ってない気がするんだよな。
雷さん、流れ星4個ありがとう。やったー、ありがとう。福引き10を10人に出してみようか。受け取れんな。来局を3回活性化した後、次の落下攻撃に衝撃波を発動だろう。謎じゃな。どうしようかな。ちょっと一回国政さん外そうか。雷の敵に対して雷になっちゃってるから。神里さんでもいいけど、あ、でもこう、あ、でも雷と氷の組み合わせだと耐性下げられるから、それはそれでありなのかな。ちょっと一回やってみようか。神里さん、なんかまだリルックさんの方がいいような気もするんだけど。一応一回やってみようか。あ、間違えた。国政さん入ってるわ。間違えた。いや、間違えてないんか。体勢落とせるから、それはそれでと思ったのか。食らう。判決を下す。行け。我が剣よ、影に従え。戦場のお掃除の時間です。綺麗にしませんと任せてください。雪よ。激しいっすね。健康よ、世の乱れを切り尽くせ。桜かばき踊りながら瞬く間に
うわ全然ダメだ、全然ダメだ。あ、待て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 、うーん、ちょっと国政さん外してみようか。神里さん、いや、ガイアさんで行こう。どうかな。面白いものを探しに行こう。なんとかここだけクリアしたいな。なんとかギリ行けんかな、ギリ。ギリ行けませんかね。この雷の種がどこに行ったかわからなくなるのこれ。どんだけ。こいつはどう。火炎よ。燃やす。これ。この瞬間。お前。さばきを受けよ。でかいな、でもやっぱあのモナさんの2万から入るような。でも待て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 、全然ダメだ。モナさんの元素爆発が強くはなってきてんだけど、まだまだだね。待ってよ、これでこのチームで一回一個前のあれ言っときたいな。これのこの最後のこれ何だったんだっけ。10秒内元素爆発を3回発動すると、近くのランダム3体の敵に雷を落下させて範囲ダメージ、3分以内で20体かな、階段機4体。
相手を間違えた獲物見つけたよ。こいつはどうだ。うわ、めっちゃ食らう。戦場のお掃除の時間です。はい、危ういか。運命よ、ここにいてよ。めちゃめちゃ食らうんだけど。任せてください。これでどうだ。お前火炎よ、燃やす。死んだ。戦闘中、あ、挑戦中戦闘不能になってキャラクター食べる。あ、戦闘不能になったからか今の。むずいの、むずいの。今んとここんなもんか。こんなところか。なんか原神ってこう広い視野で見るとさ、あれだよね、なんか次のアップデートでもなんか協力してやるみたいなやつあるじゃん。で、割とその横のつながりが大事になってくるゲームなのかもしれない。強い人とのつながりも大事だし、そのなんていうの、まだそんなにやってない人とのつながりもあると、その今話になっていってるけど、なんか別に素材取ってもいいっすよみたいなことにもなっていくじゃん。まあその代わり協力もするしみたいなところで、つながりがあまり無駄になりにくいのかもしれないねと思った。なんかここに来てあの挑戦ってマルチでやれるのかな、わかんないんだけど。これマルチでやれるんかな。なんかマルチでやれるのとやれないのあるもんね、原神って。でけ、まあぼちぼち。ぼちぼちやっていって、でなんかその辺に普通にある挑戦とかあれはできるじゃん。あの辺もなんかちょっと一人じゃちょっと時間かかるよなみたいなのって割とあるからさ、結構むずいよね、ああいうのクリアするので。なんかこうそれが必要なのであれば、それはそれでそういう動き方をしていった方がいいのかもしれんな。まあ、何を優先順位どこを高くするかにもよるんだろうけどな。むちゃくちゃ難しいです。むちゃくちゃ難しいのあるよね。結構なんかそのつながりが最優先みたいなことに今後もしなっていくんだったら、 YouTube を活用するメリットが結構出てくるのかもしれないと思う。どちらかというと参加型をもしやるんだとしたら、あっちでやった方が集まりやすいじゃん。集まるかどうかは分かんないけど、集まりやすいとは思うけど、まあそれをやるメリットがどんくらいあるかにもよるのかな。今現在何でもやれるわけじゃないからさ、状況的に、俺の状況的に。あれ、ここなんかある。ユーザーさんほどありがとう。そうなんよな。まあ、今後どういう動きでいくかはちょっと まだ分かんないけど、まあ、何にしてもアップデートがまた近いからさ、
再び前みたいに時間取れるかな。なんか動画作るにしてもさ、あの 2.0 のアップデートの時で割と時間使って、あ、間違えた、このまま行っちゃった。判決を下す。割と時間使ってやったんだけど、でも今でも48時間で、あのタイミングで出した動画で今でも40時間あたり、あ、48時間あたりか、100再生以上取れてるのがあるんよ。じゃけ結構そのタイミングでやるっていうのは大事なんじゃろうなと思っとんよな。でも時間取れるかどうかってまた別の話になってくるからさ、この配信で稼げていってないとね、そこがもどかしいよね。積み上げていくのに必要な時間の可能性が、まあ、やってみんと分からんけどさ、必要な可能性が高いところに時間が使えなくなっていくっていうのがもどかしいよな。島プリさんいらっしゃい。ちょっとこれ福引きやってってよ福引き、皆さん福引きやってってよ。ちょっとあれウィークリーミッションでさ、コメント人数あと7人足りてないから押していただけると助かるんですが、ウィークリー今日までなんよ。ウィークリーが今日までなんですね。いや、バージョン 2.1 も楽しみだな。あ、ちょっと待って、これあれしよう、ガイアさんもいいや、ガイアさんお疲れ様、国政さん復活。綺麗にし、運命には逆らえません。運命に、まだ剣よ、影に従え。火炎よ、燃やし尽くせ。あれ当たってない。メイドの礼儀に気をつけます。オッケー。アジャドさん、なんか視聴者ランキングのやつのギフトありがとう、2個ありがとう。なかなかこう、何でもいいけコメントもらうっていうのもなかなか難しいもんなんだね。ナイフです。あ、おっと、配信者ランクポイントチケットありがとうあれか、あのなんだっけ、にゃんこボックスのやつかな。ありがとう、ジャドさんありがとうございます。すごー500でかいね、すごやっぱ今ミルダムやるんだったらやっぱ原神なんだな。なんか昨日ちょっと久々にエペやってみたけどやっぱ俺がエペやったところでなんだよな。てかほんまにやりたいとき、あ、でもバトルパスあげないけんけ、あれだけど、ほんまにやりたいときにやるみたいな感じで、これどうなっとんどういう状況こいつら、繋がっとんな、つながりが可視化されとんな。
どういう状況なの？快適なんかな？あ、来た。岩の重さは水中限。あ、またこれ意味ないや。どういう状況だ。運命の巨影。これが運命です。任せてください。あ、とかあれ終わらせとかにいけんのか。デートイベントもうやっとかにゃあれだな、やるタイミングないな、やっとっか。あ、やべ、またあれだ、アーカイブが分割されていく。